ガジェタッチ。こんにちは、リンクマンです。ひづきひろみです。あっくんです。どうもー。どうもー。ってなんでよ。ってなんでよ。なりゆき。なりゆき。なりゆきで、今日はなんと、うん、あっくんが久々にガジェタッチに、久々じゃない？久々じゃない？動画には出てくれるのはいつぶりですか、ね、って感じです。多分ライブ配信で、うん、おめでとう、3周年おめでとうの時に来てくれたっていう時、うん、で、今回あっくんを呼び出したのは、うん、実はゆづきさんが企画があるというふうに聞いております、はい、私が企画するのすごい珍しいからね。珍しいからちょっと今日は企画長としてですね、はい、ゆづきさんに説明をお願いします。発表させていただきます、はい。iPad だけで本を作るぞー。おーということで、だけでシリーズね。だけでシリーズ、得意のね。そうか、はい、だけで芸人だから。そもそも、うん、〇〇だけでっていうのは、うん、あっくんなのよ。ああ、そうね。最初に。言ってましたよね。まあ、っていうか、まあ、そういう企画が何本か続いてあって、そう。あ、これはもうだけで。だけで行こう。一番最初は、月の時に、その iPhone だけで、その仕事ができるとか、ね、iPad だけでみたいなのどうってるとこやってる、そのだけで芸人のこうルーツっていうのがだけで芸人の始まりがプラスだった、あの時まだそう、多分6プラス。あー、なるほど。最初のプラスがこれでいけんじゃないかっていう、うん、っていうのが始まりだったんですけど、まあ、なんか iPad だけで何々をするってさ、今もう普通になってきたじゃん、結構。まあね、うん、まあやってる人多いですよ、やれることは多いし、うん、逆に iPad だけでっていうところで特化するとなると結構こう幅が狭くなるわけですよ、うん、で他の人があんまりやってなくて、まあ、企画としてできて、でなんかあっくんと一緒にやりたいなって思ったのが iPad だけで紙の本を作る、まあ、紙といえばね、紙といえば矢崎ですか。もうだって社食入校の時代からお前って何歳なんだ。だって永遠の20歳って何歳なんだよ。永遠の20歳でしょ。おかしいんだよな。でも僕が週末やってた頃は、うん、一応もう DTP はあったんだけど、ね、週末ってなんかまあ当時は部数が多かった、うん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 、で当時まだ DTP ってすごい部数の雑誌は使えなかったの、うん、なんかコピー機と臨転機みたいなもの、そうなんですね。全速の対応が遅れてたから、 Mac People とか Mac ファンは、マックファンじゃない、マックファンは違う出版社じゃない、マックパワー、マックパワーね、マックパワーは DTP だったもん、その時、うん、入った時、うん、20年、25年前。なるほど、はいはいはい、だけどまだ社食を社食してる、社食の時代からあるといえば、私も一番最初、まあ、そのアスキーが終わる頃の紙も一緒にやらせてもらったりとかしてたからね、うん、アスキーの紙が終わる頃、ね、僕は紙がないんですよ。まあ別に紙がない、紙はもう結構、まあ、ライターとしてね、そうやってないので、もちろん僕紙のあれに載ったことが、うん、ああ一応フリック、あ、乗ってない、あんまフリックじゃノーカウントだろ、ノーカウント、あ、じゃあそんなこと言ってない、そんなことはないです、ね、でも僕はだから紙の経験はもちろんないんです。で、まあ、私はその iPad を使うときに例えば紙でラフを書いたりとか、うん、その、まあ、原稿を書いたりとかは iPad でやってたんだけど、うん、やっぱり初代の iPad とか iPad Pro だとやっぱり入稿まではちょっと難しいっていうのがあったわけ。でも最近はこう Canva とか、あと Adobe さんもね、うん、4 iPad がいっぱい増えてきてできるようになったけど、うん、あえてそれをやってる人あんまりいないと思うよ、うん、まあ、だって別に Mac とか Windows 使ってやる人はまあ多いよね、うん、だからちょっと縛りをつけて、ね、縛りをつけて、もう普通にこうレイアウト組んで入稿するところまでやろうかなと思って。それ俺経験ないけどね。いや、それはいいんですよ。で、まあ、とはいえ、ね、誰も経験ないですよ。別に本を一冊とかっていうよりはちょっとまあフリーペーパーに近いみたいなね、まあ、24ページぐらいでいいんじゃないでしょうか。なるほど、ね、じゃあ24ページっていう 8の倍数で来るところ、業界人、業界人だね。これリンクマン分かる？いやだから、うん、あれ折ると4ページだから1枚の紙を折るでしょ。そうすると裏と表を含めると4ページになるからってことでしょ。で中閉じで真ん中でこうホチキスがジャンってすると、うん、それの8の倍数にしかならない、ならないってことなのね、うん、ということはじゃあそのぐらいの枚数ができちゃうってことね。そうそう、4か8か 1ページ増やすことができないから8増え、4増えるの、だから4増える、1ページ広告が取れると3ページ増やさなきゃいけない。
増やさなきゃいけないじゃないんで広告取れたんだからいいんじゃない、そちらの文字ね。ある話でしょ、あるある、あの、うん、広告の関係で編集ページ増えちゃって、うん、なんか埋めてって2日前に言われる。でもそれ聞いたことありますよ、よく埋めてっていう話、うん、私あの多分みんなでこうなんか京都とか行ってた時に、うん、なんか夜中電話かかってきて某 Y さんから今から1時間以内に1ページ行けますかって言う、行けますけどみたいな。1ページとか怖いね。自社工、角川とかは大体自社工が入る、うん、ああなるほど、自社工、ね、じゃあうちも自社工入れよう。ガジェタッチリンクガジェタッチのとか、あとはゆずきひろみのなんかに入れよう。面白そう。だからまあそういうこうね、いろいろできるのもあるけど、でもそういう制作過程もさ、多分皆さんまあいい、もうこれ残しとくと、そう、記録としても残すような、紙で作る、紙、最終的に iPad で作ってるのに紙で出るのね。紙で出るって面白いかなと思って。紙で出る、デジタル版は出ないんですか。デジタル版も作っていいと思うよ。あの、だってまあ仕組みとしては結局一緒だから、ね、うん、じゃあ紙を作った後にじゃあそれをデジタル版にすることはありえる。それでも全然いいと思う。うん、えで内容はどうするんですか。内容は何も決めてない。あ、じゃあここにだってね、編集長、まず台割りだよね。台割り、あ、何ですか、台割りって何ですか。台割りは、台割りは、まあ、お台場の台に、はい、あの割り算の割りで台割り。台割り、はい、これは何をやるんですか。台割りはもうただただページがこう書いてあるだけで、こう、ここに何が、大体何が来る、大体何が来る、表1、表4、ガジェタッチ。これはまあいわゆる中閉じではないから折りは関係ない。はい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 、片閉じってやつで、はい、折りは関係ないから何ページにでもできるんだけど、そうそう、あ、さっきのねホチキスでもなんかガチャンって、ガチャンってやるやつとこれはまた違う。表紙が表1でしょ、はい、でここが表2、はい、で表3、表4、はいはいはい、表4が最も広告が高い、はいはいはい、うん、あ、 裏表紙みたいなことですよね。だから表は表っていうしね、うん、表ね、はいはいはい、で台割りっていうのは、まあ、まずこの見開きに何どんなコンテンツが入ってっていうのを一覧で見れるようにしてるのが、うん、まあページ割りってことですね。全然知らないこれ。で台割り週末の場合で言っちゃうと、まあ、このレシピ本だと、うん、このレシピ本だと例えばまあこの、この何ページ目だ、4ページ目ぐらいですか、うん、この見開きは目次とかになっちゃうわけね。でこのページはバルミューダザトースターのモードの説明みたいなのになってて、で大体台割りができると担当名が書かれるんだよね。ああ、このページはあれ誰か、ここからここまでリンクまで書かれるんだよ。そうなんだ。だからこのなんか特一、まあ、特一、まあ特集のところは誰が担当、はいはいはい、あ、もう最初に事前に担当を決めるんだ。そうやってで外注としてはわーいページいっぱいある助かるってなるし、あ、それなんでかっていうと、うん、外注としてはページ数が多い方があのギャランティーの話ですね。あ、なるほどなるほど。拘束時間長い割にページ少ないなってなると、うんってなる。あ、なるほどね。僕やったのは週刊誌だったじゃない。はい、週刊誌。だいたい手元に4号分ぐらいの台割りがある。そうか、もう次の次の次のみたいなずっとあるわけだ。スマートフォンの特集とか大体僕がやるわけじゃん。あ、そうですよね。まあ、そりゃそうですよね。春とかはずっとスマートフォン特集ぐらいしかないからさ、もうやる。そうそう。毎週矢崎って書いてあるから、6ページとか8ページとかずっと矢崎やる。毎週8ページぐらいとか書かなきゃいけないとかそういうレベルの。そうそうそう。まあ、書くのはライターさんだけど。あ、まあ、決めてね、いろいろ決めなきゃいけない、特集の。あ、でもそれだ、編集者とライターの関係を実は知らない人がいるかもしれない。それはちょっとちゃんと説明したとか。ライターって文章を書く人なんだけど、編集者って何をする人ですか。編集者はまあそういういろいろあれだよね、取りまとめっていうか調整役だけど、うん、結局書けないとダメだよね。じゃあ最初に言ったらここの特集を何にしますっていう風に決めるのは編集者さん、うんうん、編集者っていうか、まあ、最終的に承認は編集長だけど、編集長だけど、まあ、こういうの決めて、でその内容を書くのはライターさんが書くっていうような感じの方が分かりやすいですか、ね、あとは編集会議とかをして、その今回の特集はこれにしましょうとか、うん、なんかこういう感じのなんかスペシャルでいきましょうみたいな話をするのも編集者さんです。へ、ね、じゃあ我々も編集会議をしなきゃいけないわけですね。編集会議必要だよ、ウェブと紙の一番の違いは、うん、レイアウトを一から毎回やり直さないといけない。ああ、そうか、何が配置するのか。このページだったら左側がビジュアルで、右側こうビジュアル、ここネーム、うん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 、ネームネームみたいなのをデザイナーさんに発注して、そうそう、出てきたものの文字数とかに合わせてこう文章を用意する。これもうちょっと分かりやすく言うと、何だろう、自分でデザインを作ってやってるわけじゃないってところだと思うんだよね。あのデザイナーさんっていう人が別に、そのデザイン部が別にあって、その人たちにこういうデザインを組んでほしいっていう依頼をするの。大変。そう、こういうここにはこう
こういうタイトルのこのぐらいの文字が欲しいです、うん、ここに200字ぐらいは書きたいです、写真を3点ぐらい入れたいです、こんな感じでっていうのも、でもさ、それはまださ内容ほとんど全部決まってないんでしょ、大体のイメージでってことでしょ、大体のイメージで言わなきゃいけないのと、締め切りがビジュアルの方が大体早いから、そう、あ、締め切りがビジュアルの方が早いのね、先に写真とかが入っちゃうわけですね、写真とか、あのレイアウトとかは先に印刷に入稿しなきゃいけないから、そっか、で最終的に文字をそこに突っ込むっていうような感じなんだ、そうそうそう、当時はね、今はもう一緒だ、一緒だ、今は一緒、でもそういう流れってことですね、基本的にはじゃあ iPad のね、なんか iPad だけで原稿を作りましょうっていうその見開きのページが必要ってなったら、うん、今度はその iPad に誰かが原稿を入力してる写真とかが必要になるわけじゃん、うん、でそしたらそれをこう写真撮影をしてもらうところに依頼しなきゃいけないから、それはその外の人の場合もあるし、編集部の中にで、うん、結構やべえことだねやろうとしてませんか、ガッツリやろうとするとだよ、あ、だから、まあ、でも一応流れとして出版の仕組みっていうのはそういう風になってて、でデザイナーさんから返ってきたものに合わせて原稿を書くか、同時進行の場合はここにこれ入れといてって言われるのを書くかなんです、特集の場合ね、うん、連載はさすがにもうレイアウト決まってるけど、あ、まあまあ、毎回新しいレイアウト、毎回ここに写真入れるからっていう風になっててみたいなことですね、うん、だからうちらの場合だと例えば見開きで太郎くんについてなんかデザインとなんかアップルみたいなの書いてもらうってなったら、この辺に松村太郎写真、なんかプロフィール、プロフィールテキスト、はあ、なるほど、太郎くんが自宅でなんかやってる写真ここいるみたいな、公園でやってる写真いるみたいな、なんかそういうことよね、なるほど、それをもうかなり最初の段階で決めているってことなんですね、そのレイアウト自体は。そうなんだけど、でもこれって結構日本独特で、うん、アメリカとかで雑誌見たことはある、ある、あります、あ、まあありますけどね、そんなちゃんとレイアウトしてないしてない、あ、確かに文字がズーンって載ってて、文字ずらーっと載ってて、片方写真、こっち全部こうザーッみたいな、うん、ありますよね、確かにね、あ、じゃあ結構日本はレイアウト凝ってるっていうのが、雑誌であんなね、僕ファミ通ってとこにもいたんだけど、うん、写真斜めに並べてたりとかさ、ああ、はいはい、ありましたよね、なんかね、シューティングゲームだとズガガガ撃てみたいな、はい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 、あんなの広告でしかやんないよね、ことを全部やってたっていう、紙面でやるってすごい、結構なんかその1ヶ月とか毎週出るものに対してのデザインとか見せ方とかに、それを習慣でやってるってやっぱすごいです、日本独特、まあでもそれ面白いですね、まあ、僕らほら習慣で出すわけじゃないから、一発でじゃあ出そうと思った時にある程度、うん、じゃあ今みたいな話を踏襲しながら、うん、ちょっとこれは iPad の中でやっていくってことですか？そう、だから iPad の中でこれをやるのにどのぐらいその作業をシュリンクできるかっていうか、であとさ、うん、みんなでそれを同時に 見たりとかしなりするとかそういうことでしょ？でもしあの時代にこれがあったら便利だったろうなっていうものっていっぱいあるじゃないですか、なんかキャンマとかシグマとかもあるし、あ、そのそれこそ Google、 まあ私もね今使うけど、その Google であの台割りを共有しておけば別に ね、 ーデータを漏らしてないし、変更が入ってもすぐ分かるから、今のシステムで週刊誌作ったら全然環境違うね、そう、全然違う、じゃあちょっとそれは、ね、それはね、もう結局アッカに最終の編集後期みたいなところで書いてもらって、ね、どんなやりがあったっていう、台割り紙だったからね、ずっと、ずっと紙だった、そう、まあでもそうですよね、それはそうですよね、まあ、大体会議に行って渡されたりとか、あとは、まあ、メールでエクセル送られてきたりとかだったけど、今は本当にね、あ、じゃあ今の技術でできるそういう本の作り方みたいなのをちょっと我々が試してみると、うん、今ねレイアウト凝ると漏れなくレトロになるよ逆にレトロになる、それでもいいかもしれない、そう、あのそれこそね2人ともにはその知識があるわけだから、逆にそういうのを作ってみるのも面白いかもしれない、で私はあの自分で何かを作るときはイベントのパンフレットを自分一人で作ったりするんだけど、うんうん、その今じゃあこれをねどうやってこう紙にするかっていうふうになると、うん、今いろんな印刷屋さんがあるわけですよ、はいはいはい、例えば CM でやってるところでプリントパックとかグラフィックさんとか、うん、まあいろんなところがあって、昔はそこにねそのデータを入稿するっていう手法もすごく限られてたの、うん、これを印刷してくださいっていうのを依頼するやつ、でも今は PDF で入稿できるようになったの、うんうん、だからもう汎用的なものでいけんだ、そう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 、 PDF ができていればアップロードはできるはずなのよね、ただそれが iPad のフォーマットに合ってそのシステムを持ってるところじゃないともしかしたらダメかもしれない、まあ、じゃあそこもちょっとやりながら、うん、そうそうそう、上位面白そうじゃないですかっていうところ、え、俺は何やるんだろう、今はでもレイアウトやってみたくない、やったことない、いや全くやったことないからさ、うん、全部写真になっちゃうけどいいじゃん、すごい今さもう
どのデザイン見ても白地をすごい大事にするじゃない。でもアスキーって社風で白地は失礼だと、お客さんにね。え、じゃあ全部色塗ってないとダメってことですね。要はね、これね、もう今白半切れって言うんだけど、もう写真とかもこの、うん、もうここにもうかかってもう立ち切れちゃってもいいぐらい隅っこまで写真をぎっしり載せて、この上まで、上までね、だからちょっと欠けてるぞくらいな勢い で写真が2枚あった隙間にはキャプションもびっしり下まで入れて、でもそんなイメージある、なんか詰まってる感じがすごい。私もそんな、なんかだから、あのアスキーさんから来たやつ見てびっくりした、ここまで詰めるんだと思って。ね、ページを買ってもらうんだからね、お客さんに。なるほど、ここに何も書いてないと失礼だろうっていう。A 出版は割とこっちだったの、なんかあの白地を大事にする、白地を大事にしておしゃれにしましょうという。だからその白地があって、この辺にキャプションがポンって入ってる、写真がポンって入ってるみたいな見せ。じゃあちょっとそれもどういう風なあれにするかもう決めましょ う、ね、どっちにする。じゃあまず今日は、うん、タイトルだけ決めません。あ、このこの本を我々出すと、ね、あの編集会議は次回やるとして、なんちゃらマガジンボリューム1みたいなこと。そうだから、そういうことでしょ、マガジンじゃないけど。ボリューム1ってつけるとあれだよ、怖いね。ボリューム2期待されちゃうやつだよ。3が期待されるけど、どうします、なんつうか、ガジェタッチマガジン。でもガジェタッチマガジンだとちょっと何のあれか分かんないよ、ね、でもまあガジェタッチ同人誌だとすればガジェタッチマガジンですけど。そうだね、何をやりたいかね。iPad マガジン、 iPad マガジンってどっかにありませんでしたもん、すでに。 iPhone マガジンっていうのを三栄書房さんがやってたでしょ。今はないです、今はない。なんかでもそこら辺だといろいろ権利関係があるよね。なんちゃらマガジンにしなければいいんだな。そうだ、じゃあ iPad スタイルかな。それもなんか絶対聞いたことあるやつだからダメですね。そうだね、なんかないですかね。なんだろうね、ムック。まあムックって通じないよな。ムックってわかんないですよ。ムックってのガチャピン、ガチャピンと。そっちじゃない。そっちじゃない。なんちゃらブックにするじゃん。なんちゃらブック。ブックだったら別に、何でもいいか。パート2が出ようが3が出ようがブックだから。何ブック？何ブック？ガゼタッチブック。ガゼタッチブックにしようか。え、ちょっとあんまりストレートすぎる。タッチブックがマックブックじゃない。いやでもさ、まあ我々が出すものだから、そうね、ガゼタッチブックが一番わかりやすいんじゃない？うん、1個目か。ガジェタッチマガジンでいいじゃない。じゃあそれだったらマガジンでもいいか。ガジェタッチマガジン。マガジンにして内容については今度編集会議を。まあ雑誌を作るだから、ね。雑誌を作るだから。別にその毎週とか期間誌とかじゃないけど。だからとりあえずまずタイトルとしてはガジェタッチマガジンというものを作ります。5年に1回出るマガジンってことですか。せいぜい4年にしよう。そうね。オリンピックイヤー。オリンピックイヤー。それをじゃあこの3人を中心に。中心にね。じゃあ次回の動画をこれ出るときは、うん、編集会議にしましょう。で編集長、編集長、ガジェタッチマガジン編集長、編集長にして、はい、じゃあ編集長だ、また結局編集長に戻るんですね。今も編集長だ、ね、そうですね。じゃあ、じゃあそれでじゃあ一つ紙の本を作る、ね、ということになりましたので、なのでぜひ皆さんコメントになんかこういう記事が見たいとか、ね、こういう企画が見てみたい、誰に書いてほしいかっていうのもちょっと、うん、もし ね可能であればオファーもできるので、ね、我々は原稿料安い人でね、原稿料安い人でちょっとすいませんって言って、ね、あと広告を出稿したいという方もぜひぜひ、何もじゃないので、表彰ね、で、はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回はガジェタッチマガジンを iPad で作って最終的に紙で創刊する、じゃあ初回号だけ安くディアゴスティーニディアゴスティーニスタイル。初回号安くってもう意味がない、意味がない。次続かって言ってないのに4年後だ、ね、じゃあそれで、じゃあ次回は編集会議を、はい、しましょうと思いますので、よろしくお願いします。ガジェタッチではこんな感じのいろんな企画も面白くやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回は、ガジェタッチマガジン編集長のあっくんに来ていただきました。ガジマさん、ガジマさんの編集長。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。番組へのメッセージは Twitter@ ガジェタッチでお待ちしています。